個室を選択した小西島さんは、はい、個室全体と本棚、フィギュア棚、机の4箇所を調べることができます。わかりました。全部洞察ロールでいくね。ダイスロール3成功。まず部屋全体の3成功だね。小西島はこの個室の床には何やら紋章が描かれていることに気づきます。紋章ですか。ちょっと一回写真撮っとこう。うん、そうしよう。ダイスロール2成功。パシャカ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 シャシャッターはうるそう。まあまあ写真撮りました。紋章か。ちょっといろいろやることがあるな。なるほどね。おいしくない。ジャンピー君、この場合処理どうなるんや。どっかに電話をしようとしましたが、なぜか繋がりません。おい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 、こんな時何してんだ。もうしょうがないな。うん、続きを行こう。うん、ダイスロール6、失敗。おー、シーマ、お前何してんねん。おい、どうした、うつ先生。お前、さっかガチャ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 してよ、お前。いや、何もしてないで、拍手とかしてただけやで。うん。うん、まあ、あながち疑えへんのか悲しいところやろ。お前のこいつがすごくてな、素晴らしいうつ先生って、ここまでお前はね、あのセレブになったよなっていう称賛をねしてて、それのおったよ。いや、まあ、それの、まあまあ、うん、ありがとうな、ほんま。まあまあまあ、とりあえずあのリビングとかちゃんと見張っといた方がいい。ゾムやろ、あのやばいで、うん、見張っとき、うん、せやな、帰ろう俺、じゃあ、うんうん、ふぅ、なんとかなった。唐突の大先生の出現に焦った小西島は状態値をマイナス1。まあそうなりますよね。次何でしたっけ。フィギュアが入った棚があります。よし、これもダイスロール、これも洞察いきますよ。洞察2成功。飾られたフィギュアがホコリまみれだと分かります。え、そう、あ、ホコリまみれか。あ、そう、あ、じゃあ次いきます。ダイスロール4成功か。4成功。机を漁った小西島ですが、うん、PC を覗いてみると投資に関する履歴が多くあることに気づきました。投資に関する履歴が多い、よくわからないが、まあ、ちょっとこの履歴を一回写真撮っておこう。うん、写真撮っておく。ダイスロール4。はしゃ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 。すいません、フィギュアも写真撮っていいですか。まあご自由に。じゃあフィギュアも写真撮りますね。はい。ダイスロール2成功。あ、全部写真撮れたわ。いや、じゃあ俺ちょ、一級入校の貨車やるわ。滑りそうやからやめとくわ。じゃあ捨てるものを。はい、じゃあできるんですか、 PC 捨てるって。大丈夫ですよ。PC 捨てるわ。では PC を持って部屋を出ようとした小根島は急に目の前が真っ暗になりました。小根島はリビングに帰ってきませんでした。そんなことあんの。まあでもまだほらゾムのあれ終わってないし、多少はね。ではまあリビングでテレビを見ているゾムさんのターンです。リビングではリビング全体とテーブル 4K8K テレビを順番に調べることができます。じゃあリビング全体から調べていく。全部インピロールで。ダイスロール。カラ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 。シャキ。6失敗。ああ、何しん何しん。どうなした？ちっちゃいね、大先生。どうした？物珍しくてさ、こういうタッグ来たことなくてさ。ああ、まあ多少はね。まあまあ、多少、ちょっとこのサイズの家になってくると緊張するのもちょっとまあわかんねんけど。うん。うん。さすがやめ大先生、こんなところで滑るんだって。いやいや、もうやめてください、やめてくださいよ。楽勝です。あの、おとなしくしとくから、まあ、他のとこ行ってきいや。まあ、じゃあ、そうさせてもらおうかな、じゃあ。まあ、ゾムは基本的にリビングにいる大先生を警戒しながら探すことになるので、緊張感から状態値マイナス1。そうか、今日おんのか。関係ないぜ。ダイスロール、シャキーン2成功。テーブルの上には、絵本、後ろのドトロが置かれていることに気づきました。いや、大先生、あいつ、絵本とか見る趣味あってんな。いや、で、その人、後ろのドドロやろ。いや、そんな話聞いたこと一回もなかったけどな。いや、まあ、いや、とりあえず、写真では撮っとこう、後ろのドドロ。ダイスロールに、成功。パシャ。では、まあ、最後、テレビかな。せやね。振っていく。6失敗です。お兄ちゃん何してんのかな。ちょっとテレビのさ裏とかに AV 隠れてるかなみたいな、ちょっとあの探して。あー、もう最近性欲なくてな、ほんまに。え、マジか、お前なんでそんなマナだったの。昔はなんか1週間に1回違う女ちゃうんや。おん、もうええねん、もうやっぱもうな、女はもうええねん。逆にまだやってる。え、もちろん。後でシャオロンに言うと。兄貴、それだけ勘弁してください。またいじられます。あ、でもほら、あのテレビとか壊さんといてな。あの、何と言っても、もう任せてくれ。
うん、別にあのもう一回買い直すの全然もう全然痛くも痒くもなんともないねんけど、もう搬入がだるいからやこれ。分かった。でもおとなしくしとくわ。だからもうちょっと帰ってくれ。ああお前の家。まあまあまあどうかす。どうか座っとくわ。状態値な。状態値マイナス1です。焦りでそわそわしています。オッケー。何してますか。じゃあテレビ壊します。テレビ調べといて、立ち上がるとしたときに、足をぐねったふりして、肘でテレビ壊します。はい、じゃあそれで。よし。